で、次は2人目のインタビュー、なんと藤本チームから3名、日本代表が出てますけれども、そのうちの2人目でございます。59キロ級でよかったですね。はい、59キロ級 M2 日本代表、浦野雅彦選手です。出場おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、もうこの浦野先生が、まあ、歯医者さんしてるんですけれども、浦野先生がほんまにもう好きありますね。ありますね。もう本当にもう最初のもうね、全然アジア出場する権限に俺とったんですけども、あれよあれよと共に代表の名を掴んでしまいました。何なんですかこの運は。日の丸でした。日の丸ですか。日本を思う心がここまで自分の日本代表に立ったということが全ての答えでよろしければですかね。はい、それもですね、あと藤本ジムでやっぱりね、セコンドしてる、小川さん、セコンドで、まあ、僕らも大仏さん、大仏さんと言ってますけど、大仏さん、今回の先生の調子はどのように見てますか。いや先生、いいですか、ギアの調整がちょっと上手くなってきましたね。今日スカート僕見ましたけど、はい、ね、本当に非常に上手くなって、スカートかなり良くなってたんじゃないですか。あ、そうですね、そうですね、はいはい、もうあの今とももうレースがしっかりしてるというか、あの色の高いってもやっぱり安定してその変な刺激しなくなりましたね。そうですね。ほんで今もうパワーって何年目ですか。試合で出してからは10年にはならないですけど、まあベンチプレスの試合で出してから10年ですね。ちょうど10年。あ、そうですか。これパワー自体で出したのどれぐらいですか。パワー自体はいつからですか。5年ぐらいですか。5年でアジアの座を掴んでしまった。それも地元でですからね。ね、本当にもうやっぱり長くやるもんですね。本当ですね。それではですね、まず、現状を聞かせてください。スクワットで今の現状はどのような感じですか。数字ですね、はい、数字だとその感触を教えてください。今日の練習で、162.5 までスクワットが上がりました。はい、はい、それ次はベンチプレスです。ベンチプレス、はい、ベンチが110まで110まで上がりましたね。110まで上がりました。そして結構お得意のデッドが175ですね。175まで上がりました、はいはい、これを足しますとですね、結構数字がありますね。ね、447.5 までいきます、はい、今とも自己ベストは何ですか、試合ベスト、430、もうこの時点でも 12.5 の自己ベスト、結構今日見てもちょっと余裕がありましたから、うん、練習の方余裕がありましたから、まだ上積みもできます、うん、そして今回の大会、目標をお聞かせください。日の丸を掲げて、表彰台の上で、君が代ということは、もう1位にならないと君が代は歌えません。はい、その1位の選手が今こちらのカルロスという選手です。フィリピンですか。ですね、はい、470ほど取ってます。ちょっと今から470はちょっとどうか分かりませんけども、奇跡が起こる神風が吹くかもしれませんから、います。はい、その神風を吹くシミュレーションを聞かせてください。スクワットです。スクワットは、165と165ですね。もう別にこれは神風でもなく、もうそよ風ぐらいじゃないですか。そうですね、まあそうですか、167.5 としますね、はい、そしてベンチプレスです。112.5 ですね。おお、これでちょっと数字が出てきました、はい、そしてさあ、そのカルロス選手が例えばもう170で463ほど来ましたと、それで どこまでいきますか。これだったらもうこれ、はい、180は180みたいな、はい、はい、そしたらこれを足します、足します、足します、0、7の、8、460、これありますね。ありますね。ここまでありますね。ここはここでカルロス選手がまあ第一位しか取れないってことがあるかもしれませんからね。やっぱり神の国ですから、ここは。可能性はあります。神の国、はい、日本ですから、これをやってカルロスを倒して君が代を歌うと、そういうことでございますね。それもうダイムさん、これもうどのようにあの成功しますか。もうスクワットの方最近安定してます。はい、はい、楽しみです。楽しみですね。上積みありますね。もう今日本当に安定しました。それではですね、こちらで、皆さんのこれを見ている皆さんの前でですね、最後に一言、もう自分の言葉でそのまま言ってあげてください。はい、君が代を歌わせてください。そうですね、よろしく。頑張ってください。君が代をもう千代で八千代で頑張ってください。